どうも皆さん、こんにちは。バドミントンスキルアップスクール西島です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。本日もですね、バドミントンイノベーションの方をやっていきたいなと思います。フォアハンドのですね、ドライブの体の使い方っていうのをやったんですが、バックハンドのドライブの使い方も同じですかっていう質問があります。違います違うんですよ。はい。どのように違うかっていうと、フォアハンドの時はこうやって絞るんですけど、バックハンドの時はこうやって絞るんですね嘘です。はい。全力で嘘です。はい。で、今日はバックハンドのドライブをやっていきたいなと思います。フォアハンド同様ですね、ドライブが走らないっていう人結構いるんです。で、どうやって打ってるのっていうと、やっぱりバックハンドもフォアハンドと同じでこうやって打ってる人が多いです。全然当たらないですね。僕、力入れても当たらないんです。で、これをどうやって強い球にしていくか。イノベーション、イノベーション。前回フォアハンドの時にはですね、こうしてくださいあまりこの時間長く撮ってしまうとね、チャンネルここで終わってしまうので、この辺りで。前回はですね、胸をしっかり開いた状態からしっかり閉じていきましょう。ギュッて体を閉じていく。で、こうやってドライブ打っていきますよっていう話をしたんですが、バックハンドは実は反対なんです。閉じてる状態からパッて開いていくんですね。閉じてる状態から開いていきます。これをすると、まあこんな感じですね。閉じててパッて開いていきます。閉じといて開いていきます。これ僕たちがスマッシュのロングレシーブをするときに、あの、僕がぐるぐるドカンってやってる動画があるんですが、そのあたりを見てもらえるとちょっと似てる部分があります。体を開いて打つっていうところですね。で、ドライブも同じように、レシーブするときも閉じててバーンとクロスしてバーンって打つっていうのをやってたんですが、それとちょっと近いものがありますね。構えておいて開いてドライブ持っていきます。球来たり開いてドライブ持っていくと、かなり強いドライブがスーッと走っていきます。なので、このあたりしっかり意識して練習してもらえたらなと思います。閉じているところから1球目はパチンと打った後に、この開いているままだと次の球っていうのはフォアで待たなきゃいけなくなるんですね。こっちの方が速いから、実戦ではこっちがいいんですけど、練習の時にはバックハンドで打ってしっかり戻しておいて、もう一つ同じように、でこういう動きがきちんとできるかどうかですね。1,2,3,4ができるかどうかですね。この辺りができるように皆さんしっかり練習していきたいなと思います。連続していきますね。パンパン戻して、パンこの2つ、こういう練習をしっかりしてもらいたいんです。こういう練習、開いて閉じて開いて閉じてっていうところであったり、閉じて開いてるところから閉じていく練習であったりとか、ね、こういう体の使い方を含めたドライブの練習、レシーブの練習っていうところが、普段の中でできるようになってきた時にですね、足をつけていく。そうするとコートの中での大きな動きにつながっていきます。ぜひダブルスとかよくされる方、ミックスもそうなんですが、動きをつけてしっかりラケットワークっていうのは、ラケットを使っていくだけではなくて、体をしっかり使っていって、使っていって、使っていってゲームができるかどうか、それだけでほとんどここに力もいらないんです。体が使えるんです。マラソン選手だって手と足使って走ってるわけじゃないんです。手と足、足だよ。足だけでこうやって走ってるわけじゃないんですね。手もしっかり使って走ってたり、骨盤使って走ってたりとか、お腹使って走ってたりとか、足じゃないんです。足だけじゃないんですよね。そういったところもバドミントン選手もどんどん取り入れていってほしいなと思ってます。なので、体の使い方しっかり意識してドライブの方を練習してもらえたらなと思います。いい話聞いたなと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回予告ってやりたいんですけど、その辺の動画で、僕がやるしかないので、今日はこの辺りで終わりたいなと思います。
ぜひですね、チャンネル登録や、周りのバドミントンの仲間や友達、またバドミントン頑張ってる方たちにですね、僕たちの動画をですね、共有していっていただいて、一緒にバドミントン界を盛り上げていってもらえたらなと思います。前回の動画でも言ったかな言ってないかな分かんないけど、1万人目指しますって僕、年始の挨拶の時に、皆さんに話してるんですが、1万人じゃやっぱ足りねえなっていう話で、10万人思い切って目指したいなと思ってます。ですので皆さんぜひ力を貸してください。一緒にバドミントン界を盛り上げましょう。それでは本日の動画以上になります。ありがとうございました。